それ卵サンドあるかな。ない。卵サンドが売り切れていた。なんでだろう、来てしまった。あ、これあ、ま、ミスった。あ、ミスった。やば、これいけないでしょ、これ絶対。どうも皆さん、首都高からこんにちは。八五漏れチャンネルのアバンです。本日はお腹すきませんかというところで卵サンド食べに行こうと思います。今日は名店と呼ばれる神奈川県厚木市にある山本屋というところで卵サンドを食べに行こうかなと思ってます。この山本屋というところは無人販売をしてるんですよね。ってところでちょっと面白い店だなと思って、最近では YouTube で見ていきたいなと思ったので、ちょっと今日は行こうと思います。それに加えてちょっと厚木市にはおひいきさせてもらっているツアラテックというお店があるんですけど、そこにもちょっと立ち寄って話をしていこうかなと思ってます。今日はそんな感じで、あの神奈川県厚木市の方に向かおうと思います。8号マンチャンネル。ここで大事なことを話し忘れてたのでナレーションで失礼します。今回から GoPro にマイクをつけ始めました。そのため走行中に喋りながら撮影することができるようになったので、今回からは主に走行中の音メインで行こうと思います。走行中のハガーンの精一杯の喋り、ぜひ聞いていってください。というわけで海老名ジャンクションを曲がって相模川沿いに来ました。あとはこのまままっすぐ行って県は厚木インターを降りて、そのまままっすぐ山本屋に向かう感じですね。相模川、ここら辺に来ると体が自然と猿ヶ島を越してしまうんですが、今日はそれに負けないために猿ヶ島に行けないような格好にしてきました。いつものオフブーツじゃなくて普通のブーツにして、グローブも普通 の本革の冬用のグローブにし、服もオフロード用じゃなくてロード用の服にしてます。ここまで来たらオフロード走る気はなくなるんで猿ヶ島には行かないかなと思います。お、県厚木インター、ここで降りるのか。 OK、 降ります。ここからは一般道ですね。右側にめちゃくちゃの見知った景色が広がってるんですが、今日は反対方向に行きます。いくらかな、760円、安い。850チャンネル。あと1キロちょっとっていうからもう山本屋近いんだろうけど、結構山に来たな。今から行く山本屋さんは売り方が特殊なんですよね。どう特殊なのっていうのは多分見た方がわかるんで、ちょっとどんな感じで売られてるのか見ていきましょう。この看板あるとこっすね。ここの東京機材工業厚木機材センターっていうところの入ってちょっと走るとあるみたいですけど、本当にあるのかな。よいしょ。あ、ここか。よいしょ。おー、あった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 。海へ帰ろう。豚漬けカツサンド厚木ちゃん。いちごの言い訳。こんな感じで、なんとあの冷蔵庫で売られてますね。ちょっと BM の横に止めさせてもらおう。というわけで山本屋に着きました。サンドのやつあるかな。ない。卵サンドが売り切れていた。次は1時なので1時まで待ちます。なんと卵サンド買うことができました。これ1個300円ですよ。安いなマジで。というわけでこれを食べて次の目的地に向かおうと思います。
ってわけで山本屋さんに行ってきました。いやー、そこの卵サンド本当に美味しかった。しっとりしてて、卵の白身と黄身の配分も塩加減とか塩味もすごいちょうど良かったですね。いやー、あれが300円、本当に安い。定期的に来たいぐらいの美味しさでした。さて、今度はもうところ変わってツアラテックに向かいます。ツアラテックさんはここから30分ぐらいで着くみたいなんで、ゆっくり向かいましょう。お、マス釣り、これエリアトラウトなのかな。服装やってる好意的にエリアトラウトっぽいな。へえ、エリアトラウトの場所もあるんだ。厚木マジで何でもあるな。あ、荻野パンある。荻野パンも有名ですね。あ、ここで買ってもよかったな。さっき卵サンドとカツサンド買わなきゃよかった。卵サンドだけにしてここで揚げパン買えばよかったな。うわ、失敗した。悲しい。ツアテックようやってるよね。あ、やってそうだけど。ツアテックさん、定期的に臨時休業とかしてやってる日がわからないんで、こればっかりは来てみないとわかんないですね。やってるかな、これ。やってるよね。やっててほしいけど、どうかな。よいしょ。よし、ツアラテック到着と。ツアラテックさんはドイツに本拠地を置くバイクアクセサリーのメーカーで、相模原にあるこの店舗は日本唯一の正規代理店です。ツアラテックさんの製品はどれも高品質で、世界中のどんなアドベンチャーツーリングでも通用するものです。パリ高からユアン・マクレガーのあれでも利用されてるぐらいですね。今回来た理由としては、2024年に行われる GS トロフィーナミビアの話をして、2023年のカタログをいただくっていう感じでした。ちなみにツアラテックジャパンの皆さんは経験豊富で、なんなら代表の水谷さんは一家揃って GS トロフィー出場経験者になっています。はい、ツアラテックさん行ってきました。店内の様子はちょっと撮るのはあれかなと思って撮ってないんですが、カタログとかもらってきました。ちょっと店内で店員さんと話したっていう感じですね。今年は本当にいろんなことにチャレンジする年になるので、ここにも刺激通うんじゃないかなと軽く思いながらいます。カタログもらったので、多分ツアラテックの製品ちょくちょく増えていくっていうのもあると思います。はい、というわけで、今日の当初の目的は全部達成したので、うちまで帰りますか。途中猿ヶ島を横目に見ながら帰りますが、絶対寄らないぞという強い心意気で帰ります。絶対に行かないからね。なんでだろう、来てしまった。バカですね、本当に。なんで俺こんなとこ来ちゃうんだろう、毎回毎回。ちょっとだけ走ります。もうなんか目の前にあるんだったらもう行くの押されなかった。はい、猿ヶ島行きます。わー、久しぶりに来た。はい、というわけで猿ヶ島に来てしまいました。いつも僕が走ってるようなコース以外にも、大型でも走れるような道は無限に存在します。走る場所を 見定めれば大きいバイクでも楽しむことはできますね。850チャンネル、よいしょ。もうちょっと楽しんでから帰ります。今日はオフブーツじゃないので泥とかには極力入りたくないです。なので、こういうある程度乾燥したところで楽しむまでに しときましょう。これミラー畳んでねえじゃん。よいしょ。
さすがにここでミラー畳まずにボキッて折って走れなくなりましたら、ちょっと怖す、ダサすぎるから。ただね、枯れてるとはいえ全然走れるんだよな、これくらいだったら。最初の頃走ってたより全然見えてくる景色が違っていいな。よいしょ。ここを右に曲がるとこの前の初心者の道行けるんですけど、行けるかな、広場行ってもいいけど、広場行くんだったら別の道からの方がアプローチはしやすいんだよな。よいしょ。お、ウルティだ。よいしょ。あ、ちょっと、あ、トゥアレグ、トゥアレグの人だ。珍しい。ついてってみよう。なんか急についててごめんなさいって感じだな。ここは結構滑るね。よいしょ。いきなりついててごめんなさい、本当に。ああ、こう取るんだね。なんか真っ当な感じで道に出られた。すげえクロスカウトがいるんだ。すいませんね、トゥアレグのお兄さん。よいしょ。やばい、 SS いるけど、どうやってここで SS で来るんだろうな。 GS では久しぶりに来ました。いや、普通に休日の猿ヶ島って感じでいいですね。いろんなバイクいるや。休日の猿ヶ島ってこんなに人いるんですね。っていうかマジでいろんな人いるな。なんならなんかツーストの SS とかいるんだけど。マジでわけわかんないな。まあここまで来れたらもういいかなって思っちゃったんで帰りますか。よいしょ。こっちから帰ります。これ多分ね、このまますぐ行けばさっきの道に出るんじゃないかな。あ、これあ、ま、ミスった。あ、ミスった。やば、これ行けないでしょ、これ絶対。いける、これ。いったー、いったよ。いけるんだね。完全にね、助走ミスったと思って、これ絶対途中こけるでしょって思ったけど、なんとかなったね。路面が良かった。路面乾いてたからなんとかなったところはある。よいしょ。でここを多分右に曲がれれば、はい、オンルート、見知った道に出てきました。あとはもうここで出て終わりかな。今日は終わり。だいぶ楽しいんだね。うち帰るとしますか。850チャンネル。はい、というわけで本日は神奈川県の相模湾を走ってきました。まあ、卵サンド食べたり、ツアロティック行ったり、なんやかんやで猿ヶ島行っちゃったりとか、まあ、本当に今日はいろいろ走りました。帰ってくる途中 GoPro のバッテリーどっちも切れちゃって、まあ撮れなかったんで、もう最後こんな感じで帰り道の様子一切撮らずに帰ってきちゃいましたが、はい、許してください。今日は本当に大満足の一日でした。まあ、次回は何やるかは分かんないですけど、また見てください。それでは今日はここまでとします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。